こんにちは、カスピです。本日は埼玉県に来ております。埼玉県に来て何するかっていうと、ちょっとまだ今日はランチ食ってないんで、ランチをぶちしばいていきたいと思います。でそのランチなんですけど、うどんですね。うどん、はい、俺ラーメンとかよりうどんが一番好きなんですけど、まあ麺類的な話すると、それで今日行くお店がですね、なんかね、やばいらしいんですよ。どうも900円でうどんと天ぷらが食べ放題らしいんですよ。やばくないですか、900円って。でそのお店なんですけど、なんか一応埼玉とか都内とか一応なんかその関東圏にポンポンポンとお店を出してるらしいんですけど、その食べ放題やってるお店はなんか2個ぐらいしかないらしくて、行こうと思ってもなんかこう車とかバイクがないと多分行くの相当難しいと思うんですよね。なので今日はそこに行って、うどんと天ぷらを限界食いしていきたいと思います。俺はね、限界食いと言っても俺そんなに食えないんですよね小食なんで、そんなにね1キロ2キロとか無理なんで、まあどういう内容かっていうのをちょっと出していきたいと思います。でほんでなんでそのお店を知ったかっていうと、なんかめっちゃ天ぷらが食いたかったんですよね、一時期。で天ぷらと酒でちょっと一杯ねぶちかましたいなと思ってたんですよ。で天ぷら、うーんでもな、食べ放題とかあるといいなとか思って調べてたら、なんかヒットしたんですよね。これやばくねってなって、これはちょっとうどん好き天ぷら好きとしては行かざるを得ないなということで、そういう感じです。そう、お店の名前言ってなかったですね。お店の名前は竹国さんですね。うどんは多分じゃないな、武蔵野うどん系のやつですね。しかしね、ちょっとダイエットしましょうっていうねことをこの前ツイッターでつぶやいたんですよ。うどんと天ぷらってすごくもう脂質と炭水化物の塊みたいな感じなんで、一生痩せねえ一生痩せねえわ。これ飯食ったらバイク1年の点検に出す予定なんですよ。でその点検に出してる間はもうバイク乗れないんで、ちょっと筋トレ頑張ります。ちょっとジム通いまくりますので、ちょっとそっちでバランスを取っていこうかなと思います。思います。ワンワンサニウンさんのあの画像じゃねえわ、動画使っていくわ。思います。あー、ファンが回り始めた。あっち、えげつねえ。エクスプローラージーンズやめちゃったんですよね、今年は。もうまあ、ギリなんとか、ギリギリ暑い、ギリギリ暑いっす。いやしかしお腹すいたな。天ぷらの方は結構日替わりでやってるらしいんですけど、まあさすがに肉はないっぽい。基本的になんか野菜とちくわみたいな感じみたいですね。でなんか火曜日か水曜日かどっちかか両方か忘れたんですけど、その日はカレーも食べ放題らしくて、カレーうどんできるやんっていうね、天才的なこともできるらしいですよ。この絵もずっとこのねトラックの真後ろを取り寄るわけにもいかないので、お店の近くまで一旦ワープします。よろしくお願いします。はい、というわけでお店まで10分もないところぐらいまでやってまいりました。いやー混んでないといいな。混んだったらもう泣きます。めちゃくちゃ今腹減ってるんで、勘弁してください。そういえば最近ちょっとツイッターでつぶやいたんですけど、この季節ちょっと寒い、今11月の頭なんですけど、寒い季節って走るときにトランス聴きながら走るのが好きなんですよね。トランスって何ぞやってあるかもしれんけど、まあ曲のジャンルっすよね。インカムつけて走ってる人結構いると思うんですけど、どんな曲聴きながら走ってますか？自分はまあこの寒い時期ならトランスだとか、まあちょっとおしゃれに行きたいときはハウスだとか、ね、まあ EDM とかもたまに聴きますよ。ね、インキャ、パリピの癖、パリピになろうとしているインキャ。私はあの、音ゲーやっているおかげでそういうの聴いてるだけなんで、全然インキャです。ダメです。まあ最近もう全然おとぎやってないんですけど、半年に1回ぐらいしかやってないんですけど、まあ皆さんどんな曲聴いてますかね。なんかこういう時にこういう曲聴くといいよとかいうなんかおすすめの曲があったら、ぜひコメント欄で教えてください。ない人はおでんの好きな具でも書いてください。はい、信号待ち暇なんで、ここでお願いがあります。チャンネル登録してください。自分その寒い時期はトランス聞くのが大好きだよみたいなことを言ってましたけど、まあ大好きだよって言っても全然詳しくはないんですよ。聞くのが好きなだけで。ちなみに俺がいい感じに聞いてるプレイリストとかあったらちょっと欲しいですかね。需要ありますかね。そのトランスの10曲ぐらいの YouTube ミュージックのねプレイリストとかあったらいいかな。適当にツイッターでつぶやこうかな。まあ、需要あってもなくてもつぶやこうかな。ちょっとエモめのトランス、エモめトランスで行こうかな。で、まあそんなこんな言ってたら大体あと1分で着きますっていうところで、チャー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 。500m先、痩せ大橋はある。ちょっと何言ってるか分かんないですね。お
看板見えたぞ、その白いやっちゃね、人気っぽいしな、混んでないといいんですけど。今13時ちょい、これでどれぐらい、ここから入ればよかった、あ、ごめんなさい、あーしくじった、あーそこから入ればよかった。はい、というわけで到着っすね。こちら武蔵野うどん竹国さんですね。ちょっと適当なとこ止めます。着いた、すでに出汁の香りするわ。食いまくっていきますか。というわけで武蔵野うどん竹国さん行ってきました。やばい、マジで腹が想定の3倍ぐらい腹いっぱいなんですけど、マジでね、1回はおかわりせんといかんなと思っておかわりしに行ったんですよ。ほんでおばちゃんに、どれぐらい食うって言って、でも1杯目で結構腹いっぱいだったんですよ。8分目ぐらいか7分目ぐらい、そんぐらいやったんで、いや少なめでって言ったら、あい少なめでとか言って、最初と同じ量を持ってきやがった。マジでやばい、あんなもうね、最後フードファイトなんよ、マジでえぐいってやばいじゃあもう俺が最初に食券注文して出てきた時はあれは少なめだったってことだよなあれ少なめやったよな、初期値が少なめでおかしいって。なので注文するときは少なめとか多めとかじゃなくて、最初の半分とか具体的な最初の4分の1とか、そういう言い方をしないとお腹が死にます、マジでいやーやばい、本当苦しい。なんかの拍子でタンク腹ぶつけたら多分俺戻すで、まあ、そういう意味では非常にコスパがいいお店なんじゃないかなと思います。やばい、デブ、どんだけカロリー取ったかわからんな。ちょっと頑張って運動しよう、本当に死んでしまう。本当もうやばいんですよ。もう気抜いたらおーってなりそうなぐらい、おーってなる。武蔵野うどん竹国さんでした。食べ放題やってるお店は、まあ、改めてさっき言った川越店と、東松山店の2店舗だけしかないんで、まあ、そこら辺にある店舗にすって言っても食べ放題をやってないので、まあ、注意してください。まあ、ぶっちゃけ量がやばいんで無理に食べ放題行く必要はないかもしれないですけどね。そんなこと言ったら元も子もないんですけど、うどんを腹いっぱい食いたい人はぜひどうぞ。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。この動画を見て、あ、そんな店もあるんやな、ちょっとフードファイトしてこようかなって思った人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。モチベになるんで、モチベになるのでぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。